滑りましたよ。去年よりも雪が多くて、今年はいいスタートですね。最高です。今は人がいないから開くがいい、でも人がいっぱいになっちゃったら、東山とかあんのぷりとかいいよね、もういわとか、あとシーのとこもあるしね。17年ぐらいですかね。仕事はあのスノーボードガイドと、ボードのテストとかブーツのテストとか、ゲンテムスティックっていうボードで、GT っていうシグネチャーモデルを出してます。今年はシーズンが 例年に比べてこの 2,3 年から見るとちょっと早い感じだし、今山もコースですけれどもだいぶもう平らになってきて、滑れるところも徐々に増えてきて、いいシーズンスタートじゃないかなと思ってます。